はい、サブはいはいはい、今日はサブで、あの BC さ、あのスピガン買ったじゃん。はい、わかりました。スピードが、はいはい、やりたいのよ。あいや、それ言ってましたからね。そうね、普通にやってみたい。あ、やればいいじゃん。で、もう息巻きすぎて、はい、ね、負けた方が、麻布のやります東京焼肉ジュージュー。はい、あー出たー。いや、めっちゃ高いよ。それをおごるということになりました。おー、やばっ。おごれよ、出たの俺。いや、もう全然おごれですよ。そうだ、出たからですよ。おごれ。いや、そういうノリですもんね。そうです、そういうノリ。本当に本気の顔でそれ言ってましたから。おー、はい、なるほど。ターボーが何キロ？俺が90。おー、で、誰におごってもらえるの？90出したら大金におごってもらう。な、俺が90出たらお前がおごってもらう。そうそう、出なかったら多分おごってもらう。そうそうそう、90、2桁なんだ。いやいや、だからね、90の金どんだけきついか知らないし。いやいやいや、平均ですよ。長平が100キロ余裕でしょ。だって103で出る。お前が一番余裕じゃねえ。ちょっとお前が一番余裕。ちょっと震えてんの。弱くなったよ今。130出れば僕は怒ります。無理です。言い過ぎて、130キロ言い過ぎて、言い過ぎて、びっくりしたよ。100ですね、100出たら怒ります。出なかったら怒ります。はい、で、たつきさんが問題なんですよね。はい、俺がこれ言い出したから、俺が余裕だと思ってこの企画やってるから。俺110キロ、あ、まあいけるでしょ。いや、余裕し、まあ、頑張ればいける。110、いやー、俺で116、リモで118とかだよ。待って、出る。いやいやいや、それは全員言って。いや、それはお前らが不甲斐ないだけ。あー、俺は不甲斐ない。110で余裕だから。まあまあまあ、なめてる。もう唾液肩痛くて110。そう、あー、じゃあ、しょうがねえ。3割、4割ぐらいだ。あ、しかし、しょうがない。それともマブで118キロ。遅っ、遅っ、遅っ。お前感じろ、まだね、感じろ。118キロ遅すぎ。で、俺がブラが負けたらこいつにおごると。はい、はい、まあ、まあ俺はもう冷静に絶対行かないぞと、あ、もう言ってありましたから。え、全員行かないと思う？はい、いや、行かないです。行くわけない。野球経験者からすればもう行かないこともう丸見えなんだ。舐められたもんだな。いや、行くでしょ。そんなんで100だよ。行っとくけど、90は出るのがタツキだと思う。そうだね、タツキはね。100から110の間ぐらいは出るかもしれない。で、ターボーが逆に90って設定遅めなんで、ワンチャンあんのかな。余裕なんだ。まあまあまあ、全然ワンチャンのね。はい、一番のカマセイヌがこちらです。一番ないっしょ。一番ないっしょ。一番ないっしょ。一番ありますから。マジで余裕でしょ。まあいけるやろ。ということで、じゃあ公園で行ってきますか。上がっていきましょう。ウェイ。こちらはね、はい、 SCBC で購入しました。3万円のバチバチなスピードが。すげえ。こちらでね、はい、このゴミクズたちを測っていこうと思います。あ、これで測るんだ。はい、これ1回終了1000円で。え、1000円。やばいやばい、規則定1000円。オッケー、10回やる。まあ別に勝てばいい。うん、ターボ何キロだっけ。俺90。90いけるべ。いや、90余裕だろ。マジで笑かしな春な。勘違いしてるけど、そんな近くないから。うん、え、遠くね。え、遠くない。ここここ、こんなもんだよ。正規にやる。正規にもっと正規ここだよ。正規嘘つけよ。プロでやろ。プロでやろ。プロここだよ。プロいや、正規がプロなんだって。正規がプロなんだよ。これシニア、シニア、これシニア、飛ばすぎ。ここここ、はい、ここここ投球練習、投球練習。はははは、痛すぎんだろ。いや、はい。いや何よ、ボールありえれの。まあ90スピードは90。本番ね。今のお前プロ並みだった。これこちらは3球ね。こちらは3球ね。これあのみんな忘れないで、焼肉かかってるからみんな。いや、もう余裕よ。いや、余裕なんだ。余裕だって。だから呼吸をするかのごとく。ほら、あ、やばい。75。お、あ、余裕じゃん。あ、これ75か。今ので75だから。あ、じゃあ引っかかっちゃったからね。そうお、きた。56。まあ遅っ。これダウン、バカっすね。これ九州になかったの、焼肉だ。あー、おい最後の一球。きた速さはあるぞ。測定フロー。はい、焼肉確定、アウト。測定フロー。焼肉とかどうでもいい。肩行け。行け。マックスつなげてる今。75。75、マックス。いや、もう焼肉とかおごる。もう肩行け。行きます。
練習だから。お、早い。お、いい。これは山なりじゃない。さあ結構スライダーしなかった。こいつは100キロだから100キロ。いやそうだね。今日100キロだ。100キロだ。いい。来た。74。俺よりも。よし、じゃあ使うわ。全身の力を。62。いいよな、静電気が走ったんだよな。静電気が。ラスト。ほら、おーっと70。ターボいいか。壊れてるってそれ。壊れてんだよ。おかしいよ。ターボさん何キロですか。僕75です。あ、竹山さん何キロですか。70です。74ね。74。でもターボより遅いじゃん。壊れてんだよ、スピードが。おかしいもん。あれ、絶対ぶっ壊れてるから。さあ、遠投80メートルですからね。じゃあ待って、靴舐めてるのこの人。えスリッパなのよこの人。だって110、たかが110なのよ。おぉ、早い。あ、いける。おぉ、あるぞ、あるぞ、あるぞ。これ、いけるんじゃない。まだ今8割ですから。マジある、あるな。ラストラスト。やっぱ運動神経が違いますよね。めっちゃいい、めっちゃいい。あるある、よし、これ4部で投げれる。4部で本番いきます。110投げるといいんだっけ。110だけだ。いけるだ。110ぐらい余裕だと。あ、やばい、ごめん。うわ、105。うわ、早っ。やばい、やばい。助けて、5キロ。あと5キロ。ビビってんじゃないの。大丈夫大丈夫、行かないから。あと5キロだよ。リボンと、リボンと。あ、やばい、最悪。はい、80 91。いけ。早い。おー、落ちた。104。はい、はい、終了。うわ、マジかよ。大したことない。105円。しょぼー、大したことなくて。勝ってないけど、お前。ゴミやん、マジで。いやいや、さっそ。いかんの、お前。さっさ、マジやん。マジで10キロ違えんだよ、お前。お疲れー。お疲れー。よーしー。肩痛めてた。肩痛めてたっていうか、1球目で痛めてた。あ、どうもどうも。俺すげえもう、あ、これ無理だなって思った。野球人生終わったね、もう1球。無理だ、無理だ。スピガン調子悪くない？あ、機材取られてるって、あれ、スピガンが。おかしいもん。74っておかしい。中古で買った？中古で買った？中古で買った？いや、ド新品ですよ。ド新品？いや、ちょっとね。ド新品3万円です。じゃクレームも。一番グレード高いやつ。いや、やられてると。やられちゃう、やばい。よし、やりましょう。よし、行こう。負けましたよ。負けたよ。ここでもいいんでしょ、さっきやつだ。お前、お前、マジで。お前、何でだよ。お前、これはやばい。カーボイル遅いもん。確かに、それはびっくりした。74 75 5。ああ、いい勝負だった。こんだけ野球語ってんのに、これはひどいぞ。やばい。いい感じですよ。マジの話、お前ら遅すぎて、あの2桁じゃん、全部。うん。3桁目で行った時に、おぉってなって。いつも見慣れてるはずだろ。あれはない？ 3 桁で。レベル低い。すげえ、ひどい。それ超えてるってなって。ちょっと、たつきはマジでね、このキャバントリオの期待の星だったんだ。明日落ちたんだよね、ここは。誰かしら勝ちたかったな。そう、たつきぐらいはね。質が違かった。確かにね。野球やってる人はすげえわ。すげえわ。それはちょっと分かった。まあまあ、すごい。リボイが。リボイが。いや、違う違う。リボ以外だってリボマブであれでしょ、118でしょ。いやいや、お前マブで74。なんとさ、41だよ。月はだって中学、中学校多分2年生ぐらいのレベルなんですよ。うん。ええ、そうなんだ。12早いね。ザラなレベル。うん。あとは、あの、小4っす。野球年齢小4っす。小4で間違いなく。小4にもちょっと失礼かなって思うけど。30-40cmの子たちと今戦える。とりあえずじゃあ焼肉はおごるわ。焼肉はおごる。焼肉逃がさないために一応300円で。いいよ、取るよ、証拠動画取るよ。じゃあいいよ、もう取らなくてもおごるわ。おごるよね。SCBC ね、ガチガチガンガン野球やってますので、概要欄からチャンネル飛びますので動画ぜひ見てください。で、3月から大会始まるので、それも要チェック。よし、よろしく。ふっ、ふっ、ふっ。
え。まあ焼肉よろしくな。よろしくな。よろしくな。いやいや、俺ら大会目指そうだ。大会目指そう。とりあえず治療してからしよう。治療してからさって。治療で宣伝しよう。